さあ、はい、8月28日な夏休み最後の東大戦ですね。東大戦始めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、頑張っていきましょう。お願いいたします。パフーパフードンドンドン。はい、本日は、11対11の22名となっております。はい、そうですね、今日やっぱ雨だからちょっと少ないかなと思って。そうですね、肌寒いかったり、ね、雨だったりちょっとね、待ってみたんだけどやっぱりね、はい、社会人的にはあの月末というところもあり、あの寒いしちょっと雨なんだよな、やっぱり雨なんだよなっていうところもありなんですが、集まった22名の熱いサードプレイヤーの東大戦見ていきましょう。はい、さあ、なんとここでタックスさんとベクトルさんの名前が逆だというチャットの、はい、完全に逆ですね。はい、タックスヒューゴは見たことないですね。タックスヒューゴは見たことないですね。はい、失礼いたしました。ベクトルさん対、はい、タックスさんですね。モリニーが苦笑いしてます。ありがとう、ありがとう。モリニーがスーパー苦笑いしてますが、1戦目なのでお許しください。番長、番長見てた、番長ありがとう。番長ちょっとヤバンパクよろしくね。さあ、それでこれで字幕戻りましたね。はい、さあ、タックスヒューゴ VS ベクトルヒューゴ、来たよ。はい、開幕からヒーリング対ハンマー、辛い試合が来ておりますね。まあこれはタックスさん、やっぱりこのヒューゴー戦を見てるんでしょうね。でしょうね。今もうヒーリング1回やって、うん、さあ、おお、怖っ。これ東大戦でよくあるよね、このヒューゴーエレナってね、結構見るよね。うん、なんか絶対トワルさんとトライさんとか、そうだね。そうで、うん、絶対ヒーリングなんだよね、これ。これね、辛いよな、見てて結構心が痛くなるもん、これ。やっぱりヒーリングなんだよなーって。いやー、ヒューゴがね、頑張ってかいくぐってかいくぐってダメージを取っても、一度こかされると回復してしまうという。そうね、これ昇竜拳でもいいし投げでもいいというね。そうですね。あー、ぶっ込んでいった。こういう荒い手も必要になってきますと。そしてどうなる。お、クワーできる。さあ、裏回ろうとしたところに見える。飛びくぐってたところでスクリューか、やるな、すげえ。最終ラウンド、ヒーリングゲージはありますが、これどうなんだろうね、これで、ね、まあワンチャンタイムリード奪えればあるのか、ね、このゲージ状況。タックス側もこうなるとちょっとゲージ使いにくいじゃないですか。そうだね、はい、先にダメージ食らったら回復しようっていう頭になっちゃいますから。さあ、マエステからムーン意を消していった。パーマ当たる。うっ、ちょっと、いや、ヒヤッとした。だし、これはマエステと噛み合ってたので間合いは離れたが、しっかりこのベクトルハウスを抜けていきますね。これで回復して、エレナの爆出の速さですね。早い早い、性能がいいよ、本当にいいですわ。さあ、残り時間は半分過ぎようというところですが、お互い体力がまだ7割ぐらい。しかしヒューゴ、これハンマー2回で1回節目通したら、はい、割とさらっと死にますからね。そうですね、これだけどこの状況結構いいか。おーっと、さあ、これはヒーリングで回復してもちょっと苦しい。多分追いつけないね、これだと。あー、投げが飛ぶ。どうなる。さあ、時間がない。ガードで削りきる。削り切った。ちょっと迷ったかもしれませんね。ですね。さあ、勝ったのはベクトルヒューゴで、次がさあ、2人目出てきましたのは、バインさん、タルバインということで、はい、ヒューゴ相手にエレナを2枚切るという。うわー、これはあれですね、極悪非道ですね。俺コロと相談してないんだけど、はい、相談してたら多分こういう風なオーダーをしてますね。勝ちたい、勝ちたい、君も勝ちたかった。コロできるよ。なコロもやっとなんか東西戦の順番決めできるようになったね。これのこういうの見てると、いやー、こういうところにはね、割と人間性出ますからね、これね。こういうところで、うん、やっぱり性格の悪さが出ますよね。出てしまうとね、残念ながらにじんでしまいますね、これね。はい。さあ、そしてやはりタルさんもヒーリングということで、お、あー、おー、ガード間に合った。間に合っている、できる。さあ、シャガチューからのスクワッチホイール。いやー、これヒューゴの精神力が切れないことを祈るばかりです。ですね。最後は下段を透かしてまるっと、しっかりタルバイン連携発動で。さあ、第2ラウンド。さあ、これいい状況ですね、タルさん。ゲージもあるし、1ラウンド、このぐらいだったら、そうですね、1本取ってたら EX でダメージも取りに行ける。ここ見事ハンマーかくらしていった。からの、お、なんとかしのいたか。いや、しかし前に出るヒューゴをエレナがいなしていく。
さあこれで回復、逆タクの勝利から体力4割回復。これはヒーリングきつそうですね。いやー割り込んだハンマー満点。どうなんの、しっかり守りきった。ミートやってる前にラウンドアーチ打ってましたね今ね。しかも対空で EX ラインの方ですからね。仕上がってる。やりますわ。さあシュンマンさん変わるし、なんか地上でブローで4発取らなきゃいけないし。なるほど。そう、あでもそうかも、根元からだとそうだよね。めんどくさいんですよあの技。確かに。さあ2人目同士、シュンマンさん登場。さあタルさんはブレイブにしましたね。ここはそうですね、まあ剣ということで、はいはいはい、まあ、ちょっとヒーリングだと回復が間に合わないんじゃないでしょうか。それダブル食らって同じくらい回復しなきゃって、ダブル昇竜の傷が言えませんからね多分。ギリギリフルで使って言えるかぐらいですからね。さあしかし春満さんヒーリングどころの話ではなく、はい、優勢を取っております。ですねこれ投げてかかと、お、わかんないよ。投げて投げて、お、飛んでいる。いやちょっと今ヒヤッとしましたねこれ。タルバインダッシュが決まれば、ゲージなかったんでちょっと微妙なところでしたが若干もつれつつ、そうですね、はい、あ確かにゲージないときついのか。シュンマンさんが先制と。さあどうなる、お、さあスイちゃん中継で落としていく。いやここはガードしてる、しっかりガードしてるが、お、ちょっとあれですね。さあ若干緊張してるか。お、これは攪拌、攪拌ですね。リバサだったからね今。あでしたー、下段通したー。コアコア陣内うめえ。続きまして、はい、ドライさん、ドライさん、はい、今日の名前なんだ。続きまして、キャラがよく被ってきますね、はい。ヒューゴ2人目、ドライヒューゴ登場ですね。ヒューゴとエレナしかいない。でもまだあれですか、ヒューゴやらけん、2人目3人目ですからまだまだまだ、はい、これからですよ。そうですね、5人出てきて、はい、ヒューゴ、エレナ、ケンということですごいディープなサードですが、確かに8-2 でケン有利ですよこれね。ですかね、やっぱり竜巻の処理でしょうかね。ボディボディ、おお、5番からダブルアップ。なんか今日のドライさん動きが生き生きしてるんですよ。先ほどあの野地愛の姿を見てる、はいはいはい、思ったんですけど今日はねグイグイいきますよ多分。切れてますか。今日はねキレッキレですね。なるほど、はい。さあ最近ドライさん結構練習なんかも重ねますからね、うん。そしてここも体力有利を取って、いやー追っかけてったが潰している。あの技無敵はないですからね。台足ミートを通して、さあ画面足タッシュ版。さあシュマさん側がガードが硬い。ああうまい、綺麗にエキスで逃げましたね。やいやしかしタッシュ版強い。うそうだね、まああそこ逃げてから頑張らないといけないところだったんだけど、でも難しいね、体力リードされてたんだね今ね。そうですね、なんとかうまく逃げたと思ったけど、あもうEX さすがに使いすぎるとヒューゴの体力が削りきれないってことになりますからね逆に、はい。さあここもミートコース、いやー怖かった今。おさあここら辺からドライさんがぐるぐる回し始めるのか。そうですね、ゲージ溜まってますよこれ、ドライゲージが溜まってる。さあ TC 波動陣内まだヒューゴ側若干有利。さあこれしっかりギガスを警戒してのバックジャンプ。さあそして PA2 回3回目はさすがにダメージですね、安全運転。そうですね、いやしかしヒューゴに PA3 回だと竜巻減らねー、ちょっと硬いですねこれね。あさあ逆転表当て、うわぁ減らねえ、おーめぐりやだ、今度は裏当て、持てるもん全部出してもぎ取りましたね、ね、はい、とりあえずやることやんねえとって。さあ最終ラウンド、ゲージはちょっとないが仕切り直し、おーしっかりくぐっている、おーうまい、台足、おーからジャンプ。いやダッシュもとがめますね。さあパームが空中になると PA、ね、結構確定らしい、あー裏当て2発。まあねヒューゴでかいからあの EX 竜巻難しいよね、なんか引っかかっちゃうよね。引っかかりますね、座高が高すぎますこれから。いやしかし春満さん側もあーマジか今のマジで。あ風ねが割り込んでギガス、あれは
勝ったのはドラヒューボー。高井さん勝ったな。祝初任給さん。そして登場がさあ3人目なんですが、はい、祝初任給ということで、祝初任給ということで、はい、初めて給料をもらって、はい、バーサスに握りしめながら東大戦に来てくださったらしいんですが、初任給開幕使ったのをこの東大戦に50円投入。熱い男ですね。熱いですね、はい。まあなんか横でタルさんが、はい、お前全部それ俺によこせって切れてますね。これ負けたらネタバラシですから、ね、そうですね。知り合いですね、完全にね。完全にそうですね、これ。まあ、我々も知ってますね。はい、残念ながら知っております、ね、はい、はい。ちょっとそんな熱い方がいるのかと思って、残念になりました。ね、はい、あれ、新しい人だなって思いきや。あ、知ってる人だ。マジか、お前かっていう話でしたが。あー、やべ、通らない。マジか。さあ、この名前にして、一生できないというのはちょっときついが、さあ、それにしけても、ドラさんの動きはなかなか熱い。おー、今、すかし回してたんじゃないの？怖いな。さあしかし剣側もここで逆襲の陣内まで林はガードを竜巻もあれ裏当てにするのはちょっと距離の調整がいりますからね。あ、確かに表で、まあ、ヒューゴは3回ガードさせられるんで、うん、それはそれで鬱陶しいですけど、それで離れちゃうんだよねちょっとね。そうなんですよ、投げの確認ないし、あの間合いになるんでね、うん、あの嫌な間合いでね。そうですね。お、うまい。さあ小技3回からの陣内めくりかけティア、いやイエティアというか、まあ、バイシャンプだけか。安全運転ですね。まああのシチュエーション怖いのはギガスということでしっかりゲームが見えているという証拠ですね。そして最終ラウンド、さあ初任給、うん、気持ちよく使えればいいけど、ね、ですね。そしてドライヒューゴはね基本的にこのヒューゴ一切下がらないので、はい、あのやっぱりね、前に出続ける重量キャラってやっぱ怖いじゃん。プレッシャーの話？そう、どんなにさ、体力逆転しててもさ、ヒューゴだし気がするじゃん。なんかちょっと匂うからね。そう、うん、カラジャン、うーん、警戒してたと思ったらカラジャンシュートとかってガツッとかやるとちょっとグレったりするじゃん。もう帰ってこなくなるかな。そうですね、やっぱりそういうところでね、この重量キャラのプレッシャーっていうのは半端ないですから。うわー、こういうのですよ。さあ、やばいよ。さあ、圏内にはなってます。圏内だね、これね。ボディ、パム、届いている。ガードしている。さあこのね、このゲージある時のドライさんのね、うん、前ジャンプがね、すげえ匂うんですよね。匂いますね、これね。怖いんですよ、これ。さあ、どうなる。まあ、混ざっていく。おー、下段ブロック。さあ、陣内国家ボス大勝利打ってった。どういうタグだ。削っていく。うわー、マジか。さあ、続いてまだこれ初任給さんが勝ち上がってるんで、まだネタバラシはできないと。まだできないですね、これね。さて、知ってる人とは誰、どの人なんでしょうか。さあ、この男なら、はい、この正体を解き明かしてくれるかもしれません。そして続いて登場がドモホルンさん。はい、4人目ドモホルン、本日唯一のクエルブ登場でございます。本日の東西線の提供は最瞬間製薬の提供でお送りしております。さあ、でかい化粧品会社が提供についてくれたということで、はい、軟体生物も喜んでおります、はい。さあ、投げて投げて、完全に立ち回りに圧倒しているドモホルン、はい、てか剣のスタンチがえらいことになってる、はい、半分ぐらい溜まってますね、これ。さあ、昇竜拳、ダッシュ投げ、はい、怪しい。さあ、落ちてきた、かかと、ナイス立ちガードだが、いやー、中足陣内、ここはしっかり繋いで、最後の一撃で、あれであれで、これはお見事。さあ、第2ラウンド、かなりいい形で勝った初任給に対して、立ち回り、そうですね、まだまだこの祝初任給さんの謎が、さあ、判明しませんね、このままだと。もうしばらくかかるかもしれませんが、ドモロさんの動きも、ああ、うますぎ、めくり、小足からのアックス、いやー、圧倒してますね。勝利を潰したよ、今。いやー、マジで。あ、潰れんの、あれ。潰れていいな。上半身無敵とかだけなのかな。潰れていいのかよ。普通にジャンプだけが潰しましたね。ああ、いやー、これは痛い。さあ、画面端に追い込まれても、EX のドラッグ。ああ、うまい。だけどちょっとつなげ、さあ投げもよく通る、
一文字減る。いや減りますね、あれね、適当に振る一文字でちょっと低かったらあれですからね普通に 1.5 割ぐらい減りますからね。さあ投げて剣側画面端、マジか潰すの今の。さあ大クラックス拾う。さあだがまだ分かんない、分かんないですねこれ。ワンチャンあるか、ポッパーン、お最大投げていく、おバックステ、バックステ登る、登る、おー投げ、いやー最大取りいったかな今の、壊しい。さあ時間もなくなってきた、おーうまい、登る、しっかりブロッキング入ってて、いやー技が当たるが、さあどうなる、あーさあ投げて、どうなる、ツンツン、あーテイラーですよねーと言わんばかりの昇竜拳。そしてあの人は立ち去っていきました、これキラキーさん。さあエレナ3人目キラキー登場、はい、これでキラキー4人目ドルフォン4人目並びました。これヒーリングなんですねこれね、いやーヒーリング、これ頑張って減らしたのを回復されるのを想像するとありかありか、すごい切なくなりそうな気がする。なるほどね、うん、さあそして通常技でもここはキラキーは牽制を通していく。だけどドモホルンさん結構これじゃあ辛いのか。さあこれしかしベルブがすげえアグレッシブですね、ね結構固めてる。でもねなんか、あおー大根の X になる、なんか技相性で結構負けてたと思いきや、いやスライディング、マジか釣り、最あれですね、最初要するに最速回キャンセルってやつですね、ちょっと回復してすぐキャンセルしてってやつですね。やーべー、なんか隙あるかなと思いきや、はい、ラウンドは違うやべえ、何目の前で回復してんだこいつっつったら蹴りが飛んできたと、完全な釣りですね。さあドモホルン第2ラウンド追いつけるかなんだが技が痛い、スラム通して、いやーラウンドはきつい。じゃあ続きましてドモホルンさんからの中元、中元さん、中元さん、さあこれで5人目中元ナトリ登場、中元さんですね、そうですね、ロケッパ一択、はい、そうですね、 SA1 完全固定のナトリでございます、はい、はい、おおブロリカイですか、そうエレナの空中多段技は、かなり種類が多いのでこの辺戸惑いますね。さあどうなる、おさあラッキングで確認して追い打ちは無駄に出さない、スラが届かないか、結構立ち回りあれだエレナがあれなのか苦しいのか、そんなことない、立ち回りは5分ぐらいなのこれ、どうなんだろう、ダダの立ち台蹴って相性のいい技があるかだよね多分。うん、あそっかそっか、もっと踏み込んじゃえばなんかダダの暴力がギャーってなりそうだけど、さあしかしエレナもお互いこれ SA 満タンで、さあどうなる、おラウンド8、さあわからない、いや怖えなこれ、何か一つ引っかかれば、お互い踏み込みたいがさ、飛ぶガードさせて対空ブロック、おーブロック、おー裏に行ったところしっかり投げたなキラキが、逆口投げ、いや取られても日和りませんね中元。そしてこのカニ祭り、カニがすげえ、最後が当たんなくても半分ゲット、いやこれ死ぬかこれ、ゼロドットお、でもこれさあ EX 使って、これ難しい、ダブルアップいったんですが、これはねあのね嫌なブロッキング取れちゃったな、だよね、なんかそうだよね、なるだけやるって見たみたいな、ここで取ってもなんかこの後殺すルートまでどんだけ投げんだよって何回読み方なきゃいかんのだよっていうところでしたけどね。さあ最終ラウンドはブレイブキラキが決めて、いやラウンド8、さあ分かんないこれあるか、ワンチャン出しとけ、もうなんか何でもいいのか、いや今度は逆の展開、大剣、うわヒヤッとした、スライディング、足元がお留守ですよと、あるよ、さあ厚刈り、エレナも数えてみればタックス君と
バグさんと3人だね。キラキラ3対3ですよ。はい、3対3で対3、この対戦が3人目です。はい、はい、全部当たってますね。全員ヒューゴとオロは本日、はい、あ、じゃあヒューゴとエルナは本日惹かれ合う運命にあったようです。はい、というわけで暑がりバーサスキラキーと。さあ、そしてキラキーはもちろんヒーリングと。ヒューゴのこれはハンマー選んでますね。うん、ですね。これはなんかハンマーっぽいね、これね。ですね。ギガスラウンダッシュで使われたなんか目も当てられんもんね。うんうん、あんまりこのギガスが決まるイメージがないよね。ない、うん、そうそう、こういう、そう、ボディープレスからそう、ね、ワンチャン殺しに行くパターンがやっぱあるからハンマーなんだろうな。で、一回逃げ、寝かしてから、あー、ムーン決めていく。やっぱり、2本そのハンマーがあった時のあのセットプレーで8割とかってなると。行くからね、そこらへんね、はい。さあ、第2ラウンド、お互い決めてしまったん。さあ、そしてキラキー側は、ちょっと相手の様子を見ていく形。スイージャンは登り黒。なんかどうなんだろう、キラキーさんやりづらいのかな。どうなんでしょうね。ヒューゴだとしっかり見て対応しようというスタイルなのか。おスライディング、いや、あ、さあ2発しっかり戻った。うおー、ボディもくぐりますね。パーマ逃げていく。シュートは攻撃潰して、おお、さあ画面端怖いぞこれ。お、うまい、あー、うまい、綺麗に逃げていった。とりあえず抜けた。こっからですね、こっから頑張って、お、登りボディからムーンです か, かすげえ逆策だな今の。あー、しっかりくぐる。あそこもさあ投げてヒーリング回復していく。ヒューゴも PA1 回して防御力上げましたが、さすがキラキーさん徹底します。いや、徹底してる。9号線はここまで徹底しないと逆にあの事故ってしまう可能性が。こうなっていくと、やばいやばいやばい、3回なんだよなーっつって。ガムシール残り10秒、あー時間が、いやー、バックジャンプだった。いやー、つがり勝利で、キリカさん、キリカさん、さあ頼むキリカくん。さあこれで5人目、桐山こと同僚ということで、はい、桐山さん、はい、沖縄勢ということで、はい、ゲームイン那覇2からの資格です。さあはるばる東亜沖縄の地から来てくださいました。休みを取ってきたと。夏休み最後ですからね、はいはい。さあここでバーサスで初登場だよね多分ね。いや多分ね、何回かやってるよ。やってる、うん、さあじゃあ本日はここも遊びに来てくれましたと。そうですね、うん、まあせっかくね頑張ってほしいね、来たからには。そうですね、で我々がここに来るのとはわけが違いますからね。いや違いすぎるでしょ。飛行機乗ってきてますからね会社帰りにフラットとかそういう話じゃないですからね。そういうレベルじゃないか意気込みが違いますから東西線にかける意気込みが、はい、さあしかしそこに立ちはだかるのは暑がり。マジかよこれ。これ小足で釣ってるんですよね。ギガスが入る。いやーねーマジっすか。6割ゲット。さあ投げて、さあ聖中もあるので、ね、ラッシュが1回始まればまだまだチャンスはある。結構読み勝たないといけない。そうか、ヒューゴはチェストラーとそのムーンがあって、あの辺のたくり方がめんどくさいんですよね。おお、見てる。しっかり上見て。さあ、暑がり2連勝。さあ、本日は弟のみです。弟のみですね、はい。サネマコと登場、はい。この2人、普段割としょっちゅうやってるはずです。結構なんか仲良さそうだね。そうですね、高円寺とかでちょこちょこやってるのかな、多分。そういうこと、はい。というわけで、まあ、はい、仲のいい2人というところもあり。さあ、これ負けたら、喋られるんで気をつけてくださいね。さあ勝った方相当喋ってきますよ、これ。そうですね、先々週だったかな、ゴロネコサネできて、はい、兄貴がさらっと負け、うん、弟が勝ち、うん、弟が一緒喋るっていう事件がありましたね。さあ、ありがとうございます。ギガス、ここはゲージ入ってった、ギガスブリカー。さあ、喋る権利を手にするのはどっちだ。まずは、厚刈川先生、喋っていいよ権を
手にするのはどっちでしょうね。そうですね、次の東亜戦で当たるまで喋っていいよ権が、はい、どちらに付与されるのか。ここで1回負けたら1週間喋られるってやべえな。最低で1週間だからね。最短で1週間だもんか。そう、翌週同じチームとかになったらまたしばらく喋られるのか。やべえな。あ、そういうこと。そう、そうですね、先週あったシーマタルバイの先生は、あ、門番対決、はい、懐かしき門番対決ありましたね。はい、タルさん勝ったので向こう半年ぐらいタルさんは喋れます。さすが、あいつがこっち来るまで喋れる。いやー、うおー、マジか。何回ギガスコール決まってんだ今日。お見事、勝ったのはつまり3連勝。アガガエル、アガガエルちゃん違う、そうだ、22だね。だいぶもう、さあ、ゲーム内はライバル演出発動、厚刈り VS 赤ガエル6人目対7人目。ちょっと 2P が押されてきてますね、これね。1人逆転しましたね、結構いい感じに並んでたんですが、さあ、お互い重量級のキャラクターを扱うこの2人、 SA はハンマーマウンテンとブーメランレイド。さあどうなる。ギリギリの前調整でボタンを押し合って、そうですね、これジリジリした地上戦も含めつつ、お互い飛び強いキャラですからね。うそうですね、はい、ちょっと一瞬飛びを通しようものならアレクの飛びなり、そうです、お互い飛びが通ると大ダメージですからね、これは。うわー、読んで入れてが、さあめくってワーを、そしておお、見事、うまい。さあ、ワンマンで画面しかと、ムッパを警戒しつつ、いやー出ちゃった。ちょっと厚刈り頭を抱えた、出ちゃったよ。さあ、厚刈りが赤刈りだ先生、珍しく赤刈りさん屈伸してましたね。してましたね、いいですね。結構高まるもんがあるかもしれません。これはさあ、今度赤刈りが元気よく動いていく、そしてスリーパーが、いやー画面し、さあ距離を置いた形だが、いやお互いジリジリしてますね、これ。いやギリギリのビンタの届かないところにしっかりギリギリ飛んでって、いやータッシュバン強い、そして飛び落としたが、うわースイジャンには反応してる。マジか、あれブロレルだ、すげえ。その後の反撃はしかしガードしているヒューゴは、いやいい勝負だなこれ。ワンブラチューパン、わからんぞこれは。飛び落とす、最大ぶち込んで吸い込んだ。さすがにか、今のは最大。次太平さんじゃないですか。あ、俺だ。そして登場が満を持して登場、太平さんのユリアン。ここからの東西の提供は久しぶりですが、吉野石膏の提供でお送りしていきます。職人オッズ、職人オッズ。さあこれ太平さん、赤ガエルさんには負けないだろうというふうな顔をして挑んでいきましたが、実際どうなのか。さあしっかりブロブロ、さあ飛びが取って、これは赤ガエルの単価、おお見合いからのダーが EX ヘッドが引っかかって、さあ安定ルートか、そしてここでタックル、スフィアエイジスか、タックルエイジスか。さあ大砲さん安定してますね今日は。おダッシュに投げがかくった。さあここはとりあえずタックルエイジスか、そして無理をしないのか、お無理をしない、安全運転に投げで。さあでもこれは分かんない。さあ苦しい赤ガエルどうなる。2位の手前落ちからのテリブルはヘッドロック、あーしっかり2回入ってんだよな。さあ縦でも出してガーフに行って、ちょっとコンボは完走できなかっただが、この体力リード、さあどうひっくり返す赤ガエル。安全運転、太平さん、太平さん硬い。続きましてユンさんお願いし、
ここで登場が海外からお越しのゆうさん。さあゆうさんから本日もお土産いただいております。秋田美人カスタードケーキをいただいております。あら皆さん後でゆうさんにお礼を言ってくださいね。皆さんお土産のお礼をゆうさんに言っといてくださいね。皆さん業務連絡ですよ。さあここでゆうさん大変ちょっと嫌そうな顔してたけど、これ実際どうなんだろう。さあブロックから、お盾がうまく引っかかって、これは大変のターンになった。そしてこの体力リード、ビオリそうだけど頑張れるの。こっから根性サマー、そしてディープ、あるかないか、あるか、あーなんだあのサイズキック、ふざけんなこいつ。いやマジか、うわーあのヘッド暴れか。さあガードしてって、おサマーも暴れてって強い。だがちょっと体力をリードされている。ダッシュ投げにもしっかりグラップ、うわ大平さん守り勝て。さあここでどうやって相手を削るか、あんまり近づきたくない、近づいたら帰ってこない。さあタックルから、おブロったけど、お拾っていく大平さん、うまい。さあどうなる、あーこの体力リード、さあどうなるからの、さあ縦でハマった、あマジか、なんだあのサイズ、あーグータイクしっかり大平さん、続きましてじゃあタミーさんお願いします。埋めないといけないから、寒いと分かってても埋める、それがサードストライクです。じゃあ続いて東京がタミー、最近頑張ってる。さあでもユリアン戦どうなんだろうタミーは。さあ発球、おうまい、前大パン、ここで追い詰められたが、あっさりと三角飛びで抜けてって、タミーにゲージが溜まった。さあ、太平どうする？ゲージがある。とりあえずタックルエイジスからの画面端に追い込むが、あー、なんと、発球フォークが漏れた。そして、タックル。あー、まあ今のはガーフに行けないのかな。だけど今美味しいでしょう。そうですね、時折出すウエスフィアは、まあ、チュンリーが飛んだところに引っかかればワンチャンホームランなんで。さあだからもう溜まったタミーにも、そう怖いなーだー。そしてタッ、おーペリブルか中足かどっちかなと思いきやダッシュ投げだった、うまい。さあどうなる、おどうなる。さあタミー、おお、ちょっとやりづらそうなタミー、まだちょっとユリアン戦苦手なのか。さあ、ま、端っこのボタンが強い、だがブローられるとなんとか切り返しはするものの、なんとなく決め手にかけるのか。コパンコパンからの、さあトリッキーな動き見せてって、だけどこれまた太平がタックルからの発動で、さあここは押し込んどいて、もう1枚たまりそう、なんとか。さああるかワンチャン、中足が当たればーっと、ここで発動して勝負かける、投げてからの引っかかってタックル、タックルスフィアタックル、タミーやるよ、タミーじゃない、大変か、違いますよ皆さん、ただいま連勝中のユリアンは牛さんじゃないですよ、バーサスの赤鬼こと大平さんでございます。さあタックルからの
この体力リードはさすがにひっくり返すのきついと思いきや、相手はダットリー。さあ、あのダート前風呂、あのね、飛びをガードしてからの前風呂はね、マジ太平さんなんだよな。あれね、太平にだけやっちゃダメなんだよ、打撃当ててからのダート。さあ、ここはお、しっかり投げをしのいでいく。さあ、タックルが当たってちょっとゲージがなかった。わあ、おお、美味しい。ウェフさん今やべえ、美味しいってどっちなのか分かんなかったけど、さあ美味しかったのか。さあ画面、あー、肘を打っていって、もう一枚リープからのサイズをしっかりガード前ぐらい中足で耐え、強えんだけど。え、じゃあこれ大将なんだけど、これあれでも森兄の知ってる太平さんと今日の太平さんって違いますね。なんか全然違う、うん、俺の知ってる太平さんと今日違うんだ。だっていつも太平さんの頭に4ウィンとかつかないもんだって。そうですよね。マジ強えんだけど今日。さあ、これ大将引きずり出した太平持ち君。さあ、これリスクマッチになるのか。さあ、コパン中足からのスピニングバー。太平さんのチュンリー戦は、なるほど、あの大抜きのお墨付きですか。そうですね、うまいらしいです。抜きさんが一回敗れましたからね、太平さんに。そういう歴史がありますから。あのマジですか、半端ない。確か僧侶杯かなんかで勝ってますね、テクモピアの大会で。やばい。さあ、太平さんでもやめてください、それフラグになってしまうんで。我々はあくまで中立な立場で喋、はい、っていかないといけないんで、ね、はい、はい。いやー、これはどうしよう。太平さん、なんとかチュンリー戦。でもこれ太平あれだよ、これ MVP 確定だからね、これ勝ったら、さすがに。さあ、投げてって。置き攻めは様子見る。さあ、あそこでうろうろするだけでも結構めんどくせえ。おう、うめえ、差し返したー。で、で、からの ?2 位で逃げてった。わあ、今ちょっと惜しかった。お、うまい。さあ、うまい。店長からうまい出ました。だけどあんなんで抜けちゃうんだよな。あー、前風呂入ってる、前風呂入ってる。じゃあフグさんお願いします。その話前週したから。あれ、え、その話する、した、していいの、後で、後で終わった。あの北斗、俺らガチったじゃん。あ、やったけど。何連勝したっけ、俺忘れてた。俺が連呼して14、うんうん、で最終的にどんぐらいだっけ。35。やめろよ。やめろよ、コソ連してるのバレるだろう俺が。お前コソ連つか、割と大ピアでやっとるだろう。大平さんね、まさかね、大平さんにあんなに勝てると思わなかった。あのね、サードより勝てる気しなかった。全然勝てる気しなかった。そう、サードは負けるけどな。サードは負けるけど、こいつ。北斗は勝たないと、やっぱりさ、そこら辺さ。あ、はい、そんなわけでね。おぉ、でっきり、おい、うーそー。さあ、ヤバンパク投票、今週で終わりです。え、今週で終わりなの。今週で終わりです。8月31までなので。あ、そっか、日曜までで終わりです。今日活躍した人はバンバン票が入るでしょう。じゃあちょっと今日あれだね、みんな。そうですね、そして、頑張って、このフグもそのヤバンパクエントリーしてる組の一人ですね。そういうこと、はい。なんかフグさんの票が伸び悩んでて結構泣いてたらしいんですけど。なるほど。さあ、ビッグチャンスが訪れて、さあこれ締めれたら変わりますよ、これは。これはあれなんじゃないですか、勝てば、これ200、今10何人見てるんで、はい、その5票かける200が、さあ、選挙票が目の前にぶら下がって、総理飛んできますよ、これ、はい、ありますよ、ウグさん。そして、フグ、これ1本取ってますからね、今。いや、膝裏、うわー、画面端。さあ、今日は売名延長配信ありますよ、どうした。さあ、これどうする、10番二択通していく、しゃがみ大一般野行玉。さあ、どうなる、投げて、さあ、勝ったのはワンピーチーム勝利、うん、はい。
本日11名で締めたのはフグとなり、フグとなりますが、はい、はい、エキシビでーす。エキシビション行きますか。フグが玉を選択。さあ、本日、はい、東大戦、はい、11人対11人ということで、はい、あ、こちら、はい、こちらお願いしますね。タックス君はもらえる、まあ、割と個人まりと終わったんですが、はい、ここがエキシビションということで、はい、フグコロトミニーでしょうか、はい、そうですね、はい、というわけで残り4人のエキシビをやりたいと思うんですが、さあ関東現在、あー、さっきの動きはどこへ行ったフグ。コロが笑いながらコンボを決める。ちょっと待って、これ何、これフグさん、フグさん、はい、あれでしょ、あのさらっと通りました。はい、何もうモチ君倒して終わっちゃったってことですね。あの、だ、なんでだか、あの、ここでと、あの、フグがあまりにも情けない負け方をするとですね、はい、表現影響が確かに。フグさんまだ終わってないよ、東西戦。はい、ここはアピールポイントの場ですよ、これ。フグさん、これまだ東西戦終わってませんから。はい、終わってないですよ。あの、ここまで、あの、動画まで残るんでね。気をつけてくださいね。気をつけてくださいね。さあ、しかし、コロ優勢で、コロが石でフグが玉ですね、これ、はい、もうこれあれですよ、三能戦後の小北状態って言われてますからね。何にも残ってないじゃないですか。もうカラッカラですよ。嘘のようにボロ負けしちゃってあれじゃないですか。そうですよ。フグさん、それじゃ票伸びないよ、それじゃ。さあ、我慢して、下段は我慢してる、さあ、先ほどの票を、勝ちを票につなげられるか。どうなんのこれ。まあ、コロスケもね、エントリーしてますからね。あ、でも、そうだね、この2人はもう、そうですね、両方山っぱくエントリーしますからね。そうだよね、はい、これ、ワンチャン、まあ、あの、選ばれるもそうですけど、あの、票の数での、その、上下の話になりますよね、ワンチャン。でも、あれどうなんでしょうか。まあ、今票隠れてるじゃないですか。あ、最終結果ちょっと分かんないか、まあ、最終結果ってさ、うん、数字バーンって出すのかな。多分出すと思うよ、最後、うん、前回そうだった気がする。あ、そっかそっか。そう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 。さあ、そして、残り時間が15秒。いやー、やばい、これはやばい。そして石バリア、ボッタチ、弾を撃つフグだが、バックステバックステバックステ。5、4。さあ、もうよく普通、あはは、タッチった。ちょっとフグさん、これ票入んないよ、これ。勝ったのはコロスケ。ドミニー。こっちこっちか。さあ、ドミニーがやってまいりました。さあ、フグさん、先ほど締めたのに、コロスケにさらっと行かれてしまいまして。完全にプラマイゼロですね。はい。さあ、そんなわけで、ちょっと勝負が出るか出ないかというところもあるんですが、これは最終試合かもしれません。なるほど、まだ来てないんですね。はい。なもんで、さあ、富永対コロ、割との試合では見る試合ですが。そうですね、でも最近はちょっと富永さんがオロ戦、さらに強くなってるんで、なんとも言えないですね。ちょっとそうですね。はい。割とお互い規則言いながらやってるんですが、割と富永が勝ってるイメージは、ちょっとあります、ね。富永さん、ついに玉ハメも抜けれるようになったんですよ。マジで？マジです。あまり抜けれるの？はい。この人、あー無理とか言うのが出てるんで、さあ、これはどうでしょうかね。さあ、そんなことを喋ってて抜けれない。まあ、抜けれると言っても間違いなく難しいのは間違いありませんと。そうですね、ちょっと今、はい、あの、はめの仕方を変えてきましたね。あれ、普通にめくりと、要するに下段とかもあるじゃないですか。そうです、あれ、完全にたくり方で、はい、要するにブロール方も変わりますもんね。そうですね、はい、あとタイミングをずらすっていうのもありますね。まあ、いろいろとでバリエーションが豊富なオロの玉はめ。なるほど。楽しいやる方は、やられる方はきついでしょうけど。ですね。やっぱり安定した空中、ワンフレ空中があればっていう、ないキャラは相当きついと思いますけどね。そうですね、うん、さあ、でもこれは富永さんやりますかね。やりますかね。 EX ぶっ込んでいった。ダッシュ投げ、画面端に、さあ、いやー、中段が通る。あれは分かりづらいですね。初めの球をガードした時に出る中段なんで難しいです。ああ、なるほど。さあ、これは、いやー、ピヨってるー。勝ったのはコロスケー。やっぱりコロさんなんだよな、コロイズナンバーは。ショー来てる。ショー間に合わないということで、本日締めはこちらでコロスケということになりました。おめでとうございます。コロさん、おめでとうございます。さすがナンバーワンコロ。さあ、世界ナンバーワンコロ。さあ、ちゃんとリーダーが締めてくれましたね。素晴らしい、はい、さあ、こんな勝ったコロさんにもぜひヤマンパクの票をお願いします。はい、というわけで、本日東大戦エキシビション含めてこちらで終了したいと思います。ありがとうございました。